こんにちは、ケンです。今宇都宮に着きました。時刻は16時5分です。いやもうクリテリウムが、15時40分に開催されて、多分間に合わないかもしれないです。間に合わないかもしれないですけど、表彰式はちょっと行ってきたいと思います。台風19号の、もしできれば、ご支援として募金箱を用意したので、気持ちがあれば、募金していただけるとすごい大変支援になると思います。本当にね、海外に住んでるんですけども、最近東日本や本当、ね、九州や広島とか本当にたくさんのところで、災害があるので本当に心痛めてます。なので少しでも僕らの力ができることって多分こういうことなのかなと思うんで、もしご協力いただけるんだったらよろしくお願いします。